久保さん。あの、小野沢さんのはじめ、あの、なんだ、みんなの銀行はびっくりしましたね。え、俺の動画ですかみたいな。<laughs> あれ、久保さんじゃなかったのみたいな。<laughs> で、小野沢さんなんか5万8千円ぐらいかな。なんか稼いでて。もう,ぶう、ぶち抜かれましたね。僕はあの2万8万八千円ぐらいなんですけど、今、3万ぐらいなんですけど。やっぱ数は、あ、ちょっとありますね、小野沢さんね。<laughs> いや、ちょっとね、悔しかったですね。 こ,こんな儲かりましたみたいないや。俺より稼いでるやんみたいなね。<laughs> で、まあ、今回はね、そのなんかね、ポロっとね、あのなんかね、あの前言われたんですよ。その堀江さんが、ね、しつこくっていうね、その結構こニュースピックスでその起業家の条件みたいなあの僕が好きな会がめっちゃあるんですよ。 企業の、企業家の成功の条件みたいなニュースピックスで、堀江さんとか、このオンデーズの田中さんとか、なんか、そのもう一人ちょっといるんですけど、これやりやるのはめっちゃ好きなんですよ。で、堀江さんがしつこいみたいなね、こうやってて、まあ、それを結構紹介するんですけど、で、なんかその、しつこいのは大事なんだけど、えー、何、その、方向性間違ってそれをね、しつこくやってたら、ちょっとそれは良くないですよね、みたいな、なんかそういう話が出て、まあ、確かにそれはそうだよねと。 で、今回のテーマは、まあ、何をね、しつこくやればいいのかって話ですね。まあ、堀江さんは、このしつこいと、起業家の条件、しつこい、とにかくしつこいやつじゃ,じゃないとか、ダメだ、みたいに言ってるんですけど、じゃあ具体的に何をしつこくやればいいのかって話なんですけど、これはね、あの、リスクがないことです。リスクがないことをしつこくやるっていう。これです、ね、<laughs> 僕はもうこれ、これを手してます。 まあそれは情報ビジネスなんですけどね。発信ビジネスですけど。まあどんだけしつこくやっても、なんだろうな。お金かかんないんで。うん。でもこれがお金かかるものであるならば、しつこくやりました。じゃあ飲食店。あ、じゃあカフェやりたいです。俺はカフェで絶対成功するんだ。いやカフェですげえおしゃれなお店作って、すげえ、なんだ、コロナなんか関係ないみたいなね。なんかそれでまあしつこくカフェやってるとするじゃないですか。 でもお客さん来ません。また緊急事態です。第何波です。マジか、ふざけんな国、みたいな感じで。まあ、ずっと、でも俺は世界、日本一のカフェ作るんだ、みたいな。しつこくやってるじゃないですか。これ、まあ、お金持てばいいですけど、お金持ちます、みたいな。<laughs> お金持てばいいですよ。資金繰りが回ればいいですけど、回る、みたいな。でも、その、情報ビジネスの場合は、その心配がいらないんですよね。本当に。 だからその YouTube だったりとか、そう、ね、これ、久保さん見たんですけど、その青汁王子と、あの、竹穴さんが最近ね、コラボしてるんですよ。炎上させた人、炎上した人、みたいなね <laughs> お。ついにコラボか、すげえな、みたいな。<laughs> ま、いつか来るのかなと思ってたんですけど。<laughs> いや、この絵面面白いなと思って見ちゃったんですけど、で、青汁王子、今すげえ稼いでるっぽいんですけど、で、青汁王子がね、アフリエととりあえずやれと。 で、アフリエイト、で、青白王子が言ってたのが、もともとアフリエイトなんですよ、青白王子って。で、アフリエイトの場合は、まあ、そのサーバー代とかドメイン代っていう単語は言ってなかったけども、まあ、かかっても1万円だと、費用がね。まあリスクほとんどないと。 で仮にそこで稼げなかったとしても、そのアフリエイトをやることによって、その広告の概念を知れると。ネットの概念を知れる。まあ、久保さんで言うならば、セルフバックをいっぱいやることによって、その広告主との関係性だったりとか、あのネット広告の,その、まあ、広告主の,その自己アフリエイトのやつとかいっぱい見るわけじゃないですか。なか出し方とかね。そういうのを学べると。青白王子は言ってて、なんかアフリエイトをやればいいんじゃないかなっていうふうに、それでも言ってたんですよ。まあ、確かになぁと。 うん、だから仮に稼げなかったとしても学べるもの多いよねと。うーん。だから、例えばね、情報発信するじゃないですか。で、僕もそれはあったんですけど、仮に100分ずって稼げなかったとしても、このトークスキルって全部に生かせるじゃないですか。別にリアルの仕事職場でもね、一切会話しないとかね、ありえます。まあまあなくないですか。上司もいない、部下もいない、なんだ、あの、 オーナーもいない、話さない職場。ありえるかみたいな。いや、そもそも面接誰が対応すんねんみたいな話で。何かコミュニケーションってあるじゃないですか。だから話せた方が良くないですか絶対。自分を PR。だって面接なんか自分 PR じゃないですか。喋るのが自分をセールスしていくわけじゃないですか。自分セールスですよね、あれ。うんじゃ、これ喋る。なんかこうやっていくっていうのは絶対生きるじゃないですか。 っていうのが僕はあったんで、まあそのコピー書いて、まあ今度トークだなと思ったんで、まあだから要は展開ですよね。展開。まあ久保さんが言う展開ですよ。だから仮にそれがダメだったとしても、このスキルって、まあここでも使えるよね、使えるよね、使えるよね,るよねっていうところの僕展開無限なんですよ。だからそのオバマ大統領もあのトークでね、なんか黒人初の大統領ですよ。 チェンジみたいなね。チェンジで <laughs>、チェンジしちゃったわけですよ。だから、うーん、まあ、オチはちょっと展開になっちゃったから、まあいいや。まあ、とりあえず何、な、なんだろうな。うーん、だから、久保さんも展開じゃないですか、これ。中学校とか小学校の時にね、あの、なんだ、あの、展開してね、あ、これお金になんだな、みたいな。ね。<laughs> やっぱ展開大事ですね、久保さんね。展開。い <laughs> ってらっしゃい。